次にご紹介するのはマリオ&ソニックシリーズの最新作マリオ&ソニックアットリオオリンピックです。来年の8月にブラジルで開催されるリオデジャネイロオリンピックを舞台にマリオとソニック、そしてその仲間たちが熱い戦いを繰り広げます。陸上の 100m や新体操、卓球などの定番競技はもちろん、開催国のブラジルで熱狂的な人気を誇るサッカーや、7人制としては初のオリンピック競技となるラグビーなど、さまざまな競技を収録しています。なお本作は Wii U と Nintendo 3DS の両方で開発を進めています。 Nintendo 3DS 版ではオリンピック競技としては112年ぶりの復活となるゴルフを収録するなど、収録競技は対応ハードによって一部異なります。詳しいゲーム内容や発売時期などはまた改めてお伝えしますので、続報をお待ちください。